Hey brother! Hey, おざっす。おはようございます。今日お願いします。朝早いね。早いね。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。オフなのになんか俺の密着でしょ。今日は、牧野智章選手のオフの一日密着、よろしくお願いします。お楽しみに。朝今日今8時、8時が出発です。早いです。早いな、オフなのに。さあ行きますか。じゃあ行きましょう。じゃあ出発します。すごいね、嬉しいね、なんか俺の一日密着なんて。いや、こちらこそだよね。またオフシーズンも気になるよね。いや絶対気になると思う。しかも牧とかさめっちゃ気になるでしょ。俺気になるもん。ちょっと違うかもね。 J リーガーのオフの一日密着っていう題名じゃないよね。違う。これ見て J リーガー全員やってるって思われたらちょっとあれか語弊ありすぎるよね。そうすれ、それはどんだけ忙しいやつ。確かに、オフじゃないですもんね。オフ、そうだよね。でもね、捉えようっちゃ俺はオフなのね。逆にこういう仕事、違う仕事をして、なんていうのかな、あの、また違う感覚というか感触があるから。なんかそれ分かるかも。うん、だって別に大ちゃんもさ、YouTube 撮影してるのがさ、周りから見るとストレスとかさ、疲れないって思うけどさ、やってる本人は楽しくやってるわけじゃん。楽しい。なんか全くそういう感覚ないでしょ。うん、全くない、ね、あと仕事をしてるって感覚じゃないでしょ。ないない、うん、なんか刺激もらえたりとかさ。そうだよね、うん、いやーね、だってマネージメント会社にさ、所属するって結構サッカー界だったらタブーじゃなかった。どう、まあね、昔ね。あ、そうなんですね。だっていないよね。いないいないいない。なんかこう代理人契約はする選手はいたけども、うん、じゃあどこどこの事務所に所属するみたいなのは、うん、言ってここ数年じゃない。だってここ数年だと思う。あと300人聞いたこともないもん、昔。これもね、忘れもしないんだけど、練習終わってさ、はい、練習終わったら、いや、練習場にその時の強化部長が腕組みして待ってたのね。はい。で、腕組みして、マギのちっとお前話あるか上に来いって言われて、まあ、サッカー界だったら強化部長が練習場に来てその人を上に呼ぶってことはある程度覚悟する話じゃん。わかる。遺跡なのか、まあ首なのか、またまたなんか事件やらかしたのか、まあ、ね、いい話もあるけども、どっちかってちょっとゾクッとする、うん、悪い話じゃん。ゾクッとするね。でもさ、その顔つきとさ、なんか雰囲気がただのある雰囲気だったのね。で、俺やったわと思ってこれやったぞみたいな。で、選手もさ、うん、これは牧野やったぞみたいな感じになったの、うん、で、練習終わってさ、すぐ着替えてシャワー浴びてノックしてさ、その強化部長の部屋に行ったらさ、うん、東京のホリプロって言ったかな、ホリプロっていうところから電話があって、お前と会って話したいって言ってんだけど、うん、どういうことだとか言われて、で、その時に現役選手はいなかったからね、マネージメントに所属するっていうのが。へ、ね、そう、サッカー界多分それ誰も多分知らなかっただろうしね、その芸能プロダクション。そうだよね。それこそじゃあ数年後 YouTube やってるアスリートが当たり前になってても、いや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 、それも全然当たり前だと思うし、ね、最近多いしね。なんかみんなSNS インスタグラムとか Twitter の自分のアカウントを持ってる感覚で YouTube のチャンネルを持つ時代が来るんじゃないの。確かに、うん、だから大ちゃんはそういうことを考えたら、うん、もしかしたら何やってんの YouTuber みたいになってるけど、俺はすごい先取りで、うん、いやすごいなと思ったもん。でも声はめっちゃ変わったけどね。え、1年半前ぐらいの、あ、周りの、そう、周りの声はもうめちゃめちゃ変わった。いやでも、うん、変な話、それこそ、うん、牧野選手とかは、うん、賛否両論ある頃に出てくれてるわけじゃないですか。そうなのよ、うんうん、だから牧とか陽介もそうだけど、うんうん、賛否両論ある時にもう全然いいよみたいな感じで出てくれて、うんうん、もうだからもう感謝しきれない。いや、それはでもね、大ちゃんのね、やっぱね、そのやる気とかね、うん、そういうのが詰まってると思うよ、うん、多分もしかしたらね、うん、まあどこまで大ちゃんが言われてたかわかんないけど、うん、言われてたらさ、うわ、ちょっと撮るの今控えとこうかなとかさ、アップするの控えとこうかなってなると、うん、結局やった意味ないだろうし、うん、それでもこうやって続けるってことは、なんていうの、見てくれる人たちがいっぱい増えただろうし、そうだね、新規を獲得できたわけじゃん、うん、それはやっぱ俺もそうだけど、うん、批判されたいとか、うん、いろんな新しいことをチャレンジすると絶対にわーわー言う人は出てくるだろうし、うん、だったら人のことを妬むよりさ、うん、妬まれる存在になった方がいいじゃん、うん、じゃあ今着いたんで、今から中学生にメッセージ届けていきたいと思います。頑張ってください。行ってきます。よっしゃい。よし。
まずやしてください。はい。お疲れさー。お疲れさー。すごい。すごい。お疲れさー。すごいね。嘘。すごい。何巻きの劇場だね。はい。もうすごい。だって言っても最初やっぱみんな緊張してるし、そう、はい、最初はね、あの生徒さんもやっぱ緊張しててさ、うんうん、でさ、マキの言葉、このやっぱ話す言葉、うん、言葉でちょっとずつね、うん、生徒さんがね、少しずつ前のめりになってきたのよ。変わってってたよ、はい、少しずつで、うん、だってそれでもう最後ね、ドカーンってもうみんなが巻き込んでフェスじゃなきゃ説明つかないぐらいのテンションで、すごい、本当にすごい。これ動画流したいよね、本当は。本当は撮れてないんですけど、はい、そりゃそうだよね、本当はね、いやーでもね、楽しかったっすよ、本当。あのギリギリまで何話そうかとかってさいや本当に、ね、うん、考えてないのって言うぐらいさ、うん、いやもう全然さ、いや伝わったかなと思いながら、うん、全然伝わったし、うん、おー、しゃべんなーと思ってよーしゃべるなって、よーしゃべんなーと思って、すごいよ。あ、ほんとに。いや、こんくらい、多分ね、視聴者の方には伝わりづらいんですけど、うん、俺が上から聞いてて、こんくらいのテンション上がるぐらいめちゃめちゃテンション上がってんじゃん。マジですごかった。すごかったっすね、ほんとにすごかった。ほんとにすごかった。だって1時間って普通長いですよ。長い、はい、長いね。聞いててもすぐだったでしょ。すぐでしたね。俺だって喋ってたのすぐだったもん。いや楽しかったね。でもいや楽しかったってすごいよ。そんな大ちゃんみたいな先輩にそんな褒められるとすごいよね。はい、ありがとうございます。いや素晴らしい、ほんとに。まあもういい活動をでもさ、こういうのって大事じゃん、やっぱり、うん、なんかもちろん俺は浦和レッズの選手だから埼玉の学校行ったりすることももちろん大事なんだけど、そのなんていうのかな、他の県の知らない人たちを巻き込んだりとか、違う知らない選手が行くことでまた好きになってもらうきっかけになるじゃん、うん、だって機会があるんだったら別に神戸のさ、うん、そうだね、高校とかさ、そっちの関西とかさ、もうめちゃくちゃドアウェイなとことか行ってみたいもん、うん、だってあそこの中学生もう思ったもん。だってあそこの中学生、あの生徒さんと、うん、あの職員さん、うん、もう牧野智明のファンだもんもうファン全員そうでしたね。全員そう、ファンだったかな。ファンだよ、もうキラキラしてた。あの最後のさ、うん、もうキャーって生徒のさ、うん、あれさ最初全然なかったし、ね、そう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 、うん、だからそれを変えたもんね、変えたもん ね、すごいよかったです。すごかったっす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ一つ言うなら、今日のマキの一日密着もただ一個の仕事終わっただけだから、まあ、それ言いたい、本当にまだ一本目です。まだね、あの朝8時出発って一個目が終わっただけだから本当だったら多分さ、もうみんなこれで一日終わりを疲れるでしょ、はい、いやいやいや、まだ濃いから、もうそれだけの、ま、だ取れないかあるけどねマキさ、うん、俺、言ってるけど今年現役引退するじゃん。うんうん、マキって何歳ぐらいまで現役やりたいって、なんか目標みたいな。目標か、まあ、具体的になんかこの年齢っていうのは決めてないですけど、なんかある、そのなんか俺は、かっこつけじゃないけど、うん、やっぱり元フォワードだから、うん、もうやっぱサッカーの醍醐味ってやっぱゴールを決めることだと思ってるから、うんうん、毎試合どんな形であろうとディフェンスながらゴールを狙おうっていう姿勢は持ってやってるので、うん、で、そのゴールを取りたいっていう欲が消えた時、へぇ、うん、めちゃくちゃカッコつけるけどね、うんうん、でもやっぱりゴールを決めた時の感覚とかさ、うん、喜びって忘れてないから、うん、なんかそれをあーもうちょっとゴールを取るためにはさ、だって走らないといけないし前に、うん、でもそれがゴールを取りたいと思わなくなったってことは前に走れなくなった時だし、あ、なるほど、なんかそういうことを考えるように、な、後ろに後ろにって肘を置くようになってしまったらもう俺のやっぱり引退時かなって思う。あ、そうなんだ。ということはまだ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 ですね。まだまだ点取りたいしね目立ちたいしねまだまだまだですね、うん、はえ、わかるよ、表に。あ、わかります。じゃあ、ちょっと行ってください。多分表に行けばいいんじゃない。せっかく YouTube だってどうせキャンプに入るやん。そうそう、キャンプなんで、ね、そしたら、正直ないじゃないですか。 そしたら、引退しました。やっぱり、みんな、ね、YouTuber ナスが何をするんだっていうところが多分注目してる、あるある、うん、言っていいんだっけ、うん、
じゃあそこを、俺も興味あるから、うん、お願いします。はい、お願いします。おはようございます。浦和レッズの牧野智章です。浦和レッズ牧野智章、マキスタ。頑張るときはいつも今。また、皆さん、来週もお楽しみに。牧野智章でした。チャオー。はい、すごい。すげえ。プロでした。プロだ。公演のプロ、そしてサッカーのプロ、そしてラジオのプロ。ラジオのプロ。やばいね。早いでしょ。これでもう一周。2周です。で、大ちゃんだってもうすぐ。今の一周？これでもう一周。今音楽もやったから、うん、2019シーズンの天皇杯をもって18年にわたる選手生活から引退された、そう、あの男、那須大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっとですね、やっとですね。どう、ラジオマキスタは。いや、初めてだけど、うん、ちょっと圧倒されてる。圧倒されてる、うん、それなりこの雰囲気に。違う、マキのトーク力。さあ、今週は、牧野智章と那須大輔でやってきましたけども、大輔さん。はい。いや、すいません。JTuber の那須さん。はい。来週もぜひ参加してくれますか？はい。ぜひよろしくお願いします。牧野智章と、那須大輔でした。せーの、チャオ！もうラスト1周。ラスト1周。すごいね。ラスト2周。すごい。あと2だっけ？ 2、あ、違う違う、あと2本。2本。緊張感あるもんね。やっぱプロの方って感じですか？そう。話がさ、そうそう、あ、緊張するもん。マジで、うん、そんくらい話が立ってるし。いきなり那須さ、緊張したね。緊張してましたよ。牧野選手みたいなトーンで話そうとして声プルプルプルってなってるの、ちょっと面白かったです。それギリギリ、いや、ギリギリアウトです。アウトアウトでした。まあまあまあ、噛んでなかったな、どうにか。はい、じゃあ次の現場までまた行きましょう。行きましょう。はい、よいしょー。懐かしさ、すげーやん。ようやくあれですね、2つ目、うん、まだ朝8時スタートして今4時ですけど、なんか2つって2つ終わったんだけど、なんかもっとやってる感じする、うん、密度が濃いね。濃いっすね、うん、なんかね、うん、今日 3つじゃん、うん、次の仕事、うん、なんか今日少ないぐらい言うて、別にそうなの、一個一個がそんな長くないから。ちなみに多分この動画の中では、今日のスケジュールないんで映らないんですけど、経営者としての顔もあるじゃないですか。CEO ね。はい、はい、その今日見せてないの、 CEO の顔。そう、 CEO の時ってどういう風な形で動かれてるんですか？すごい、新しい商品の開発のミーティングだったり、はい、うちと一緒にコラボして商品を出したいっていうところと話したり、ああ、打ち合わせ、あと工場行ってどういう香料を入れるとか、どれぐらいのジェルの硬さとかツヤとか、あと僕たちがこだわってるオーガニックの部分を一からテストしてやったりとかします。完全にじゃあもうプロダクトを作る経営者ですね。そうそうそう、もう、うん、でも完全あの趣味の一環でやってるぐらい、はい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 、はい、仕事としてやってる感じしないですけど。なるほど。逆にそういういろんな人と会ったり仕事することが僕の活力になるんで、はい、なんかこうじっとしてると逆にそれの方がストレスで疲労が溜まっちゃう。なるほど、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こちらの行列の、はい、1月5日お正月の、はい、3時間スペシャルで、はい、司会にいつもはあのいらっしゃらないんですけど、さんまさんが司会で来ていただいて、はい、でいつもレギュラーメンバーが一連の式が何人かいます。でゲストの方々が今こういう方々に来てくれてます。すごいスターです、スター J リーガーのオフの1日などスターの1日に密着でした。これは間違いない、はい、多忙です。こんな人がオフの時に那須さんのチャンネルに出てくれてたんですよ。本当だよね、もうありがたいね。ありがたいですね。俺が、まあ、登録者6000人とか5000人、まあ、初期の時から、はい、ずっと出てくれてる、はい、もうありがたい限りです。ありがたい限りですね。うん、ちょっと思ってるので、すいません、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ごちそうになりました、申し訳ないです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。牧野選手、お疲れ様です。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 
すごいね。すごいっすね。マキの友明オフ一日密着。とにかく一言でものすごいです。バイタリティがすごい。すごい。でもね、別にこれいつもというかオフシーズンこんな感じだから、むしろちょっとイージーぐらい。ずっと密着させてもらったじゃない。はい。多分、まあ、やっぱ編集するから、多分全部が全部撮れないけど、あれもラジオも5本撮ってんすよ。そうっす、そうっす。5本、はい、ね、うん、で、ずっと喋りっぱなしよ。はい。だって公演もずっと喋ってる。公演も1時間だよ。だって、さっきの打ち合わせも、あの、ぶっちゃけあの流せないから切るしかないじゃないですか、こっちとしては。けど、ずっと喋ってる。公演って言うけど、50分話して、はい、50分ずっと喋りっぱだよ。しかも、ただ端的に話すんじゃなくて、感情乗せて、すごい、俺ももうビンビン伝わってたけど、感情乗せてやって、あれでも多分疲弊するはずなのよ、はい、普通の人だったら。はい、何話すのかなじゃないよ、まあ、まだ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 話せますね。で、ラジオでもまだまだ話せますね。それで打ち合わせでも結構盛りだよ。打ち合わせもちょっと自分から提案して提案して。すごいね。すいません、これ喉壊れるよ。大丈夫、あなたは壊れない。大丈夫、あの喉飴ですぐリカバリーする、うん、ちょっとね、今日は本当長い間、はい、もちろんなんか貴重な一日をありがとうございます。最高な一日をありがとうございます。これが牧野智明選手のオフの。ちなみにだってこの後何でしたっけ、予定が。この後はあ、そうです、実は奥さん誕生日でサプライズで、あのレストランに行かなきゃいけない。僕のね、あの一日はまだ終わらないです。はい、まだ終わらないです。奥さんの誕生日のサプライズが。そこでパワー使うんですね。そうね、うん、喜ばせないとね。喜ばせないと、うん、人を喜ばせる1回だから、うん、確かに。そう、すごいね。すごい、なんか面白いね、この企画。選手に密着、うん、だってそれぞれやっぱ違う生き方あるし、違う顔持ってるし、うん、だからもう全然親近感をね。いや、親近感湧くっていうか、すごいだよね、逆に。逆なんですよね、遠くなるっていう。逆のパターンですよ、これ。いや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 、遠くなっちゃった。あれ、あいつ何やってんの。いや、それは真似できないっていう。いやいやいや、いや、すごいです。それはでも、あの自分が好きでやってることとかね、うん、いろんなことが、積み重ねがあってのこれだから、うん、すごいね。いや、本当に長い。またちょっと、いろんな話ちょっと、ぜひお願いします。はい、ぜひ。またYouTube 出させてください。ぜひお願いします。ぜひです。面白い企画考えましょう。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様。